昔忍びの礎を築きし一世の勇あり、その者遠き未来に夢を託さん、夢を託されし者もまた己が信念に生き、それを果たさんとした。火の意志は歴二人でお父さん起こしてきてくれる？はーい。父ちゃんまだ寝てんのかよ。大人にはいろいろあるのよ。お父ちゃん起きてー。お父ちゃん、朝ごはんだよ。起きて。まだやってんのかよ。そんな可愛い感じで父ちゃんが起きっかよ。見とけよ。起きろベーバスターな。へえ。いただきます。今日はほかげの就任式とかいう大切な日だろ。自分で起きろってばさ。じゃあ私は羽織取ってくるね。あれ、まだできてねえのか？うん、ごめんね。なんか刺繍屋さんがすごくこだわりの強い職人さんで。俺だけは誰にも譲れん。わしの長年の責任じゃ。歴代おかげ、すべての刺繍を入れてこられた方らしいんだ。それで完璧なものを仕上げるから就任日のギリギリになるって言われたの。そういや、加賀先生の時間に合ってなかったような。うん。そっか、そんなに時間かかんのか。ええ、これから受け取りに行くんだけど、式に間に合わないといけないから、私はそのまま会場に行くね。だから子供たちと一緒に先に行っててくれる？分かった。早く食べろよお前ら。はーい。ありがとうございます。うん、これなら間に合いそう。ナルト君似合うかな。お待たせしました。日向君、ナルトはまだなの？そろそろ時間になっちゃうよ。え、まだ主人来てないんですか？昨日ハメを外しすぎちまったか？そんなことないよ。あ、これお願いします。はい。私見てきます。大変ですね。だね。おい、二人とも行くぞ。やだ、持ってくの。ダメだ。まだ疲れて、どうせ俺が持つことになんだから。邪魔だから置いてけって。持ってくの。みんな来んのにそんな恥ずかしいもん持たされる俺の身にもなれってばさ。恥ずかしくないもん、かわいいもん。かわいくないもん、恥ずかしい。何やってんだ。父ちゃんの大事な日なんだぞ。おい、二人とも！ほら、父ちゃんが呼んでんぞ！やだやだ！やだやだじゃねえ！もう行かねえと間に合わなくなっちまうんだけどよ！やっちまった。悪い。でもお前が引っ張らなきゃ。え、母ちゃんと同じ目？
だってばよ。うわ、来た。ロックオン。兄弟喧嘩はその辺に。天屈。意外といける感じなのよね。あちし好みの味付けっつーか。あんたになら1個あげてもいいけど。大丈夫、ありがとう。っていうかそっちのまずいじゃなくて。にしても早く終わんないかな。こっちのランチの都合もあるのに。ま、私もほかげなんてどうでもいいんだけど。ナルトのやつ何してるの。ダメだ、もう間に合わないよ。これこうなったら仕方ねえ。おい、このハマル。はい。ではこれより七代目ホカゲの就任式を始める。この場を取り仕切るのは六代目火影こと、この私、畑かかし。どうかよろしく。では早速、この人物にご登壇願おう。これより七代目火影に就任する男、皆もご存知、渦巻きナルト。本当になっちゃいましたね。ああ。どうしたんですか？いや、あいつらしいなと思ってね。ナルト、大変なのはこれからだ。だがきっとお前なら。サンキューだってばよ。俺すまねえ、ナルトの兄ちゃん。どうにか変化の術でごまかしきるぜ。これナルト君、ナルト君どうしたの。これは九死の転結。これじゃ今日一日はもう。でも誰が。父ちゃんがたった一撃であんなすげえ感じの食らったら父ちゃんもう起きねえかも。ひまわり切れたらこんなにやべえって知らなかったってばさ。もうこれからはかくれんぼのつもり。どこかな、わかんないよ。お兄ちゃん。余談ですが、白眼には物を透かしてみる透視能力があります。